広沢金次1928年12月13日は日本の官僚、政治家、実業家、伯爵、ジュニー、君に等、中スペイン公使、貴族院伯爵五千議員などを歴任した長戸国出身。藤原秀里の公営で中世に旗のお生徒し、代々、毛都市へに仕える。広沢實臣の長男、父、 サネオミは金次郎が生まれる半年前に死角に殺害されている。15銀行支配人の柏村監督のもとに、毛利五郎小早川志郎らと共に1878年頃、慶応義塾幼稚舎に入る。イギリスのケンブリッジ大学に入り、その予備課在学中は寄宿舎で生活をする。ケンブリッジ大学法律専門家卒業。スイスの大学に6ヶ月泊まり。 フランス語を研究し、再び、イギリスに帰り大言人望について、法律を学ぶ。スペイン中殺講使などを歴任し、1884年に、伯爵の爵位を授けられた。第2回貴族院伯爵議員選挙にて当選し、1897年に、貴族院議員となる。以来、第3回貴族院伯爵議員選挙、第4回貴族院伯爵議員選挙、 第5回貴族院白爵議員選挙でも連続当選を果たし、1925年まで務めた。院内では研究会に所属した。また、1900年まで内閣総理大臣秘書官を務めた。日本製鋼所・日英共同事業に携わる。また、武蔵電気鉄道の社長などを務めた。木戸隆義。春子。木戸隆允。 木戸光一鶴重元、栗原良造、和田小六馬佐子。樹栄、和田明城、山尾三郎、山尾洋造、大熊新常豊子。千代、広沢新進、広沢新吾。広沢新進、広沢金次郎、毛利元道太子。な子こ子,子、池田五一郎、池田隼人、のり 池田幸彦、三津江、翔子、ありがとうございます。